ということでね、今日私の、まあ、カフェの、出勤日出演日ですね。出勤日で今日はこの方です。はい、はい、トモハル。トモハルがやってまいりました。ついにトモハルとして呼んだんで、トモハル来店、トモハルとして呼んだってことは、はい、もうやっぱり持ってきてもらうでしょ。ね、もっと違う。ちょっと声ちっちゃいですね、トモハル。ちょっとね、トモハルはね、俺の知っている庄司トモハルではないんです。なるほど。よろしくお願いします。ちょっと声ちっちゃめなんです。逆にちょっと。そうか、ミキティ、ミキティとか言わないんですよ。ミキティとか言わないのね。ミキティ。ああ、バラードバージョンで。バラードバージョン。はい、葉山のなっちゃんです。ああ、なっちゃん。何するのかな、今日。今日は、まあ、何をしてらいいかをちょっと聞きましょうか。はい、試合に。どうも。どう。頑張ってる。頑張ってる。どうです。僕毎日やってる。毎日もずっと毎日や。僕毎日やってます。どうです、今日葉山のなっちゃんが何をしたいですか、基本的に。看板娘的な動き。看板娘的な動き。ということは、この辺に座ってればいいってことですか。いえ、愛想を振りまいたり、うん、お料理を持ってったり、写真を要求されれば、うん、それに応え、うん、それ以上要求されたらちょっと透かしながら、あー、ね、写真以上のものはちょっとですよと言いながら、ね、そういうところをね、やっていただきたい。それはさせないと。KとJ、いや、みんな声ちっちゃいな、今日。どうしたの？庄司さん。あ、庄司ね。これ、アイドルと？アイドルどうやって詰めていけばいいの？あー、冷たいからね。ここが冷たいから。いや、俺もそう。なんで俺ね、聞かないの？それはまあ、お前に聞かんないよ。ダメよ、そんなのは。ね、それぞれあるから、それぞれあるんだから。働きましょう。わかりました。ケイチさん、まあ、僕がこう吉本興業に入ってからずっとお世話になっている先輩なんですけども、毎年、ここ数年ですね、誕生日の時に、ケイチに送ってる、歌を。おお、泣かないでよ。春はもう少し、そんな季節の中、55年前にあなたは生まれた。あなたとの思い出はどれも楽しくて、僕にとってそれは青春そのもの。死にかけハワイ買ったことない広告、本気で切れたい草野球、ララララララ。春はもう少し、そんな季節の中で、あなたとの出会いは最高そのもの。イエーイ、ありがとう。すごい。好きです、好きです、心が愛して
気持ち悪い。濃厚地獄。いただきます。どうぞ。大きいかな。おいしい。おいしい。ありがてえな。おいしい。勃起せんじゃねえだろうな。おい。いい加減してね。おい、本当だろうな、おい。おいしいの味。おい、あったかいぞ。正面出したな、あったけど、なんかなっちゃん、お店の味とか引き戻してくれ。ああ、お店の味した。塩辛パスタ。いや、うまっ、うまい。塩辛パスタ。そうなんです、塩辛パスタうまいです。ありがとうございます。あ、なんかクリーミーですね、はい、これは塩辛なのに、はい、塩辛もそしてなんかちょっとね、これやる気ですね、お店。いや、もうやってますから。いやいや、期間ですけどね、レギュラーで。あっ、マンタラでもないただ、いろいろ今いろんなとこ調べております。あ、そうですか。いろんなとこ調べてる最中なんで。料理ってそんなにうまいイメージなかったですけど、なんかケイチョンチャンネル見てたら作るじゃないですか、家で。そうですね。後輩の僕たちに作ってくれたっていう記憶、それはね、まるでないですけど、ね、それはね。あ、そうかな。遠藤さんも来られて、うん、言ってたでしょ。言ってました。こんなタメ口機会ないからちょうどいいって言ってましたね。遠藤さんもファミリーで来られて、はい、全種類息子たちも食べました。料理はあれですか、妊娠中にやったらあれですか。なんで一歩やるの。何を一歩やるの。今ね、全員寄りました。え、何したか気になるよね。今何歳。6歳, 6歳、ね、あと10年経ったら教えてあげるからね。15年ぐらいがいいんじゃない。15年ぐらいがいいんだ。ねえ、母さんね。ずーっとね。ツーパスタです。ツーパスタ。ありがとうございます。すいません。出たー。もりもりじゃん。量産値が高い食材がめちゃくちゃ入ってるんですよ。牡蠣とか、しらすとか、エビとか、イカとか。いただきます。どうぞ。はい、うまい。いやでもすっごいね、濃厚。あ、そうなんですよ。ぐわって口の中で、あ、パスタに味がついてるね。あ、さすが、ありがとうございます。パスタに味がついてるよ。いや、だって出汁入れてるんです。うまいわ。あるし、そうなんですよ。あん肝と合うんだね。なんかバターみたいな感じなんで、あん肝が。またソテーしまして、うーん、だからカロリーもめっちゃ高いですよ。あん肝で高いのに、はい、そこにバターが乗ってる。バター入ってるし、プラスまたバター入れてるんで。だみんな汗かくんですよ、結構食べた後に。めちゃくちゃうまいんだけどこれ。ちょっと皆さん聞きました。美味しかったです。うまいよね。ツーフパスタ食べちゃってる。わー、こんなに。めっちゃうまいね。嬉しい、ありがとうございます。すごいよ。嬉しい。お店やるとき言って。はい、出資するから。おぉ、すごい。すぐ言います。すぐ回収できんじゃん。こちらからあんまりしてあげられることはないんですけど、ちょこちょこいつも私のそばに入れるということです。 3D で顔のなんかいろいろやってますよね。いえ、いろいろグッズ展開半端ないですね。いや、頭ご縁があって。いいです。いつもちょうどいい。あ、ちょうどいいですか。ちょうどよかった。あー、ちょうどいい。これはいい。逆にね、あの裏返しで置いてもちょうどこれで、あの邪魔になること。あ、いいいいいい。わあ、いいの。いいいい。いいなじゃないよ。常に山さんと。いや、俺こっちが見えてるから。だから向こう側の人は向こう側に山本圭一がいるってことですか。常に。
ちょうどいい。ちょうどいいですよね。ちょうどちょうどはいいよね。でもちょうどいい。驚くほどジャストサイズです。はい。ああいいや。いや。いいものいただけました。これは購入できるんですか？購入できます。ケイチョンチャンネルの方に行けば。素敵なプレゼントこの方です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。私たち音楽を愛し愛され生涯あなたのアイドルでいることを誓います。マリーメトロノーム兼マシュパラガールズ兼ケイチョンガールズのスラフネカトミとジーシーめぐみです。よろしくお願いします。すごいじゃないですか。川島が微妙な表情になりますよ。川島が微妙な表情ね。アイドルがなんか料理とかも運ぶのかなと思って、料理にかける魔法の練習をしてきました。どういう、どういう魔法ですか？料理にかける魔法の練習、うん、塩辛パスタお待たせしました。では美味しくなるおまじないをかけます。せーの、グググググー、美味しくなーれそう最後のいらない。そう最後のそれがいらない。なんだろう。いりますよ、いりますよ。なんでしたか。トッピング、トッピングです。トッピング、トッピングいるでしょ。いらないよね。なんでやめぐぐぐはめぐ決まったもん。ぐぐだけでしょ。ぐぐであなた関係ないでしょ。これトッピング。あ、トッピングじゃん。あ、トッピング。じゃあ美味しくなるようにマメちゃんと一緒にこの美味しくなる種を育てましょう。せーの、おいしくなれ、おいしくなれ、うーん、パッ、ハツが、おいしくなったよ。ちょっといいですね。いや、まあ、でもちょっとよかった。いや、ね、うん、いやもう、なんだろうな、やりきるっていうのが大事だよ。すごい、すごい。もうやりきる。なんかね、もうどっかで折れない。はい、素晴らしい。素晴らしい、本当に僕は素晴らしい。折れない。コンセプトカフェになってきた。いや素晴らしいですね。あと髪の毛売るのやめないともうどんどんショートヘアになってます。そうなんですよ。僕実は心配してるんですよ、うん、そうなんですよ、髪の毛もパンパン。会うたんびに髪の毛短いな。髪の毛売るアイドルがいるんですか、うん、そうです、もうカツカツなんです。カツカツは、はい、でも日々楽しんでやってます。ちょっとマイク後ろ見せてください。あーでも確かにだいぶね、ちょっとシャギでごまかしてる。シャギでごまかしてマジでカチって多分お味噌の社長が。味噌社長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 。静岡から今日。静岡から。今日はこれ社長何を味噌の卵サンド。卵サンド言ってませんよ我々。差し入れで卵サンドがある。うわー、カレーだ。今日卵みたいな服着てますもんね。確かに。だし巻きみたいな。海苔が入っただし巻き卵。うわ。うん。磯谷さんじゃないんですよ。そうそう、今回のね、磯谷じゃなくて、あ、そうなんだ。あ、そっか、そっか、そっか、ふもとっぱらっていう、はいはいはい、言ってましたね。これ、からしだ。はい、からしですね。僕、だし屋さんやってます。あ、だし屋さん。あ、なんかぜひ。うまい、面白い、ね、じゃあ、採用です。採用中か、販売ですか。半分3日しかやんない。なにこれすごい。あ、さらに美味しくなーれ。やめて、待ってね。やめて。でもめちゃくちゃ美味しい。え、はい、大将のこだわり味噌っていうのをいただきました。あ、18番、どちらですか？塩辛です。このままでも美味しいんですけど、もっと美味しくするおまじないがちょっとあるんですけど、一緒にやってみませんか？一緒にやるの？はい。マジで。マジで。マジで。美味しくなれ。あれ？ちょっと足りてないの？足りてないですね。めちゃくちゃうまい。うわ、すごい。豪快。うん。
うわやったうまいな。キャバ嬢のお昼ランチみたいな。声ガラガラそれ。あ、声が。声声声声。どうしたんですか。わかんない。たまにやるんですけど。ヤマさんもなくなりましたね。なくなってないですよ。ちょっと小さくなった。ちょっと小さくなって。あれ見ました。愛知見ましたけど。ええ。すごかったです。本当ですか。5キロぐらいなんですかね。でも全然違いますよ。どうでした？まあ、美味しい。ありがとうございます。ライスつきますか？ライスお願いします。はい、ライスお願いします。カウンターさんです。先生、パスタ食ったことないでしたもんね。このパスタないです。ね。はい。なんかいい。すごい美味しい。婚活は？婚活は、まあまあ後で話します。先生聞きました。そのだから今リボディ山さん言ってるじゃないですか。はいはい、あっこの先生が見ましたよ、ね、マッチングアプリで。これすぐ稲田先生に言わなきゃと思った。そう多いですよ今。そう、もう普通普通。マミさんな。マミ先生、そうそう、一人目や。これはすごい。言ってた言ってた。これでもやばい。これはやばい。やばいっす。食べますか。ありがとうございます。これやばいっす。スープパスタ。スープパスタですね、本当に。仕上がりました。仕上がりました。はい。もうね、早速入ったんですけど、はい、もうあのこの人数って戦場です。あ、そう、もう今日また田村さんいないの。いないです。もうやっぱりもうちょっと人入れた方がいいと思いますよ、僕。早く食ってるよ、みんな。で、なんかもう分かんないんで、牡蠣、3つって言われたんですけど、なんか4つにしちゃいました。いいじゃないですか。ね、まだバレてないんだよ。あ、いいです。ないんですか。いいでしょ。5でもです。5でも。おいしいです。美味しいですか。あ、すいません。え、西野家の皆さん。あ、あとパパ、じゃあパパが、山本さんの顔のシールが欲しいです。それね、今ないんですよ。え、売り切れてて。あ、やっぱ。あ、3種類。携帯と、車のミラーが借りたい。全種類買う。一押しです。一押し、塩辛美味しいです。塩辛、ただめっちゃ味濃いから水いっぱい飲んだ。あ、ライスだ。ライス、あ、ライス食べます。ライス一応頼んだよ。あ、ほんと2つ、3つ、あ、もんできます。すいません、すいません。ありがとうございます。すいません、ハンライスを3つください。今日水曜日、はい、土日月火水5日目、はい、どうですか。日に日に余裕が出てきてます。あ、本当ですか。はい、よかったです。ちょっと昨日ひどかったですけどね。あ、そうです。昨日僕は働きました、ね。あ、普通に。すいません。当てにします。当てにします。おはようございます。おはようございます。会社の2日目。2日目なんですけども、だいぶあの慣れてきました。なるほど。よかったです。今、都合5人前入ってますね。あれ、フリーク増えましたか。あ、4か、ごめんなさい、4だ。あ、でも、お茶やってます。でも、もう、あの、先出しで今もう4でも5にしてます。なるほど、はい、余った場合はまかないで。まかないです。まかないですね。これ多分入るかな。入らなかったらやばいですけど。今日はあの東堂さん来てます。あ、本当ですか。はい、藤山の東堂さん。でもうまい、うまい。そうそう、お待たせしました。ハンライス。何で。いや、サービス、飲み物。ハンライス、半分にしました。半々ライス。サービスいいじゃないですか、このお店。ビール大丈夫ですか。じゃあ、これ。月水金で終わるの。俺です。やりました。月水金で何食出た。
ちょっと何食出たやろ。バヤさん分かる？合計34です。おお。食材は余っちゃいました。食材余っちゃった。でもじゃあ明日からバヤさん作ってる。めんどくさいんですけど一番めんどくさい。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。